はい、今日は2月3日、節分の日です。今日は仕事から帰ってきたら、ドアのノブのところに、ノブじゃないわ、ドアの前で、ぶら下がってました。大根です。お漬物、私、大根のお漬物大好きです。私はちなみに、作ることも、漬けることもできません。料理下手です。この大根また美味しいんですよね。ほんと、どんな味漬けてるのか分かれへん。まあ、つけ方聞いても私はしないですが、食べる一方で、本当にいつもありがとうございます。この前もいただきました。今日もまた、もう2本食べてしまいました。あ、ゆっくり食べたいですが、もうガツガツです。ありがとうございます。では、後ほど、ごきげんよう。またね。